はい今回はマイナンバーカーカドについいてて考えていきます、まあ、皆さんもいろいろおかしいと思っていることがあると思いますし、まあ、僕もおかしいと思っていて、まあ、いくつもですねこちらマイナンバーカードについて、まあ、あのお伝えし,えー、してきたんですがあの本当にやばい目的っていうのが、まあ、あると思いまして、まあ、いくつかあるのかもしれませんが今回はそのうちの一つがですね、まあ、これなんじゃないかっていう、まあ、そういったことが まあ、憶測できるまあ、そちらの件について、今回考えていこうと思います、えー、今回もよろしくお願いいたします。まあ、正直ですね。マイナンバーカードってあの違和感が多いんですよ。まあ、皆さんも思ってらっしゃると思いますが。 国民の個人情報が流出したりとかね、でまあ、それを放置したりとか、全く国民としては望まないような感じじゃないですか。で日本というのは、まずそもそもなんですが、あの保険がですね、保険あるいは国民皆保険とかっていう保険制度が充実しているえまあ国にもかかわらず、まあ、そのね、 あの国民皆保険、えー、保険証、紙の保険証をなくそうとしているとで、まずそちらについてのです、ねえーまあ、ニュースの記事がありまして、えー、短いのでこちらを、まあ、引用いたしますで、マイナンバーカードの,、まあその個人情報流出っていうのはあ、過去にお伝えしましたが、東京とかそういったところでもあったんですが、今回の件というのは、まあ、関西、大阪ですね、大阪の,その保険証の件を、えー、考えていきますどうううういいいった内内容容かというとこういう内容です。 大阪府内の開業医が加入している保険医協会の調査で政府が来年秋に予定している健康保険証の廃止に回答のあった7割が反対していると分かりましただから紙の保険証をやめるっていう政府の反対に開業医の7割70%が反対しているとで大阪府保険医協会は今年5月健康保険証とマイナンバーカードの一体化 府内の医療機関にアンケート調査を行いましたその調査によりますと今年4月に導入が義務化されたマイナンバーカードと保険証の紐付けるシステムに、えー、回答なった医療機関の半数以上がトラブルがあったと大変なことじゃないですか半分以上がトラブルがあったって。で、えー 政府が来年秋に予定している保険証の廃止については、あその7割が反対していると、えー、いうことが分かっているんですね。システム自体にあの問題が多く、えー、安定に運用できる見通しはないと、でこの大阪府保険医協会はあ、健康保険証を持ち続けるように言っていると、紙の保険証ですね。だから紙の保険証を持ってくれと、この、ね、マイナンバーカードと保険証の一体化に7割が反対しているっていう、まずことなんですよ。だからこの 民間の人たちね、医者か、医者の7割が反対しているっていうことなんで、明らかに問題、不具合が生じてるわけですよ。で、例えば大阪ではなく、東京の方で,でもそうですが、マイナンバーカードの個人情報が流出したっていうことが、ここ最近、ニュースとかになってるわけじゃないですか。 日本国民の個人情報っていうものが、でそんなにどん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 流出したら大変なことなわけですよ。こんなもんね、えー、政府が慎重に扱う、えーまあ、ものなんですが、それをま扱、あ、っていないと、でまあ、僕ちょっとこれ、いろいろ調べたんですが、今回はこのね、えー、大阪のまあ、開業医の方の70%が紙の保険証の。 はあの廃止を反対しているというのはそうですし、実際の病院とかに書かれてあ,あ,のあるみたいなんですよ。今までの紙の保険証のままで大丈夫ですよと、だからマイナンバーカードと保険証を紐付づけないでいいですよって、マイナ保険証ってやつだと思いますが、僕は反対なんでね、えー、マイナ保険証もマイナンバーカードも反対なんですが、まあ、そういったような話。で、ここからは、あ、まあ、多分こういった手順なんじゃないかなって思うことで、皆さんもこう思っていただければ、まあ、思っていただければというか、 こうお考えいただければと思うんですが、まずあの紙の保険証をなくして、ですね保険証、国民皆保険、保険をなくす、そしてですね、えー マイナンバーカードと保険証を紐付けるようにするマイナ保険証、あるいはですね、そしてその後、マイナンバーカードと保険証とか銀行口座とか、まあ、そういったものをすべて紐付けるのが、この政府のあ狙い、目的で、その、何やらね、いいことを言いますが、そんなこととは別の目的があると考えられるんですよ。で、例えばね、こういったことを言ってる人がいて、これ結構大変なことだと思うんですよ。確率的には低いのかもしれないが、 ここんなことがああっってては大変であるっていうことね、うん、それなんですが、この紙の保険証とマイナンバーカードの紐付けをすると、例えばこういうことがあるみたいなんですよ、同姓同名の他人の、まあ、あマイナンバーカードと保険証の紐付け。 で、えー、間違ってそれを使ってしまう、つまり、えー、同姓同名の他人の保険証を使ってしまうという懸念があるわけですよ。それ確率的には少ないと思いますよ。しかしそんなことっていうのはあってはいけないわけですよ。でそういう、えー、懸念性のあるシステムを運用するなって話なわけですよ、国がね。うん 国政府ががそういいった懸念性があるじゃないですかで例えばね同姓同名の例えば保険証を使って気づかない本人が悪いじゃないかっていうわけじゃないですからね国民が悪いとかっていう話ではないんで。 あの知らずに間違ってやってしまうで、そういったものを間違えるようなシステムが運用されているということが大きな問題なんですよ。あとですね、日本国民の個人情報が外国に流れて、そのお、まあ、個人情報ね、えー、例えば国民の所得とか、国民の、まあ、健康状態、国民の家族構成とか、まあ、だかお金とか、健康とか、家族とか、そういったものが、 あの外国の方に流出してですね、日本の高齢者になりすますとか、そういった悪さ、そういったものは考えられるんで、かなりこれ危ないわけですよ。うん、で、こういった状況にあるにもかかわらず、やろうとしているっていう意味不明なわけじゃないですか。紙の保険証をなくして、えー、マイナンバーカードと保険証、マイナ保険証とかね、えー、意味が分かりませんけど、そういうことをしようとしたりとかしていると。で、ここなんですよ。 なんで、えー、政府っていうのはこのマイナンバーカードをやたら進めるのかっていう疑問があるわけじゃないですかさっき僕あのお伝えしたのでもう一回確認、えー、いたします紙の保険証をなくして、えー、マイナンバーカードと、えーまあ、保険証でマイナ保険証にするとでそこからあ銀行口座に紐、えー、付けていくとかでそのマイナンバーカードっていうもので すべて、えーまあ、その一本化するっていう、なくしたりしたらとても大変なんで、えー、そういったもの、僕はあの断固反対ですけど、そういったものにする、この政府の目的が何かっていう話で、えー、まあ、ネット上にですね、おそらく匿名なんですが、これが一つ本当だろうなっていうことを思ったものが投稿されていたんで、こちらをあのかん僕とまあ皆様でちょっと考えていこうと思うんですね。うん、こういうい情情報報がありましたその情報を今からお伝ええするんで一緒に考えて、えー 行こうと思います内閣府の代議士は我が国の財政赤字を生産するために国民の財産預貯金に個人個人資産税を新設し、えー、課,課税回収するっていうねこの時点でまず、えー、意味がわからないんですが、えー、この「 財政赤字がどう残るのって別に赤字じゃないですから、まあ、これが意味がわからないけど、まあ、要するに個人資産税から国民の税、国民の資産を、えー、まあ回収、没収しようということだと思うんですね。 で主にですが、日本というのはその高齢者の方があの銀行にお金を入れない、タンス預金とかっていうのがあるんで、このタンス預金を、まあ、政府が把握するために、えー、まあ3年ほどで紙幣を変える、あるいは ATM で、えー、まあ昔の旧札を使用不可能にするということで。 今度はの銀行窓口でマイナンバーカードにして診察に両替させると、だから持っている国民の,そのタンス預金を把握しようって、この話聞いたことある方がいらっしゃるかもしれないんですが、ここから出てきたと思って取れるんですよ。で、その国民のタンス預金とか個人資産をすべて政府,政府が把握して、全国民から個人資産税を取るため、そういったものの布石なんじゃないかということが書かれていたと。で、最後にこういうふうに書かれていたんですね。 この内閣府の代議士か、内閣府の、えーま、代議士その周辺の職員でマイナンバーカードを作成した人はいないと、うん、で自分たちっていうのは作成しないんですよ、こういった違う目的がある,あると思うから。 そういういのが分か,分かっているっていうのもあれだけどそういうことを、えーまあ、あ思っている憶測しているからで僕この話本当だと思いますね、うん、だって明らかに、えー、国民にとってマイナスに働いてるわけじゃないですか個人情報が流出したり何したりだけどそれをまあ、そういうふうにして一本化することによって、うん、あのー ななんていうのかな国民のその、まあそのタンス預金とか、そういったものを把握して、えー、国民に、えー、その課税しようと、個人資産個人資産に課税する、全日本国日本国民全員、全日本国民から個人資産税を取るための布石であるっていう、そういった内容なんですが、多分そうだと思います。で そんなことは嘘なんじゃないかっていうかもしれない。本当かどうかっていうのはわからないんですよ。別に僕は分かってるそんな失礼なことでも本当かどうかっていうのは分かりませんが、少なくとも一つ、こういった可能性を考えた方がいいってことです。で、えー、これからの先のことっていうのはわからないんですよ。別に嘘でもなく。でも、例えば歴史を遡るとこういうことがわかるんですね。昔の日本っていうのは、 その有事の時にお金がなくなって、その有事のための資金を調達するっていうことで、預金封鎖、あるいは財産課税といったものが過去に起こっていたんですよ、数十年前にね。で、今どうなってますかっていう話ですよ、今ね、え岸田が防衛費とか軍事費とか、盛んに増税してるじゃないですか。 状況が似てると取れますよね、えー、その有事のための資金が必要だからっていうことで、うん、こういって国民からお金をその増税という形でするとでちょうどこの話がタイミングよく、えーまあ、そのタイミングで合わしてるのかなんだかわからないし多分合わしてるんだと思うんですが2024年に診察に切り替えるとかって言ってるじゃないですかだからおそらくマイナンバーカードの本当の理由本当の目的っていうのは 全日本国民に対する個人資産課税そういったことが目的だと思いますだからそういうことを全然言わずにあの別の理由をつけて、えー、例えばその、ね、紙の保険証をなくして、えー、マイナ保険証にしろとかそういうことを言ってますが最終的にはそのマイナンバーカード1本化をして、えー、全日本国民の個人資産課税そういったものに向かうと今日本国内でそういった方向に向かっていると思うんで国民がそのことに気が付く必要があると思います。 そういう必要だそういうい必要があると思ったんで今回こちらの件についてお伝えしてみました僕はあのマイナンバーカード絶対反対ですのでね。うん あのひどすぎますから、こうやってることが、でえー、こう例えばこういうことを、別に僕は分かるとは言いませんが、こういうことを分からない、えー、僕も分からないですが、いろいろ調べてこうじゃないかと思うわけですよで、そういうことを全く気づかない人に対して、えー、こういう、えーまあ、国民が望まない、えー、国民が困るようなことをしているっていうのが、今の現状だと思いますので、このことに一人でも多くの方が気付いていただいて、えーまあねえー、僕たちが住んでいる日本がよりよくなることを願っているということで、今回、こちらの件ですね。 マイナンバーカードの語られない本当のやばい目的の、えー、あくまでも可能性の一つですが、えー、全日本国民に対する個人資産課税、その可能性があると、えー、思いますということで、えー、何か少しでもご参考になっていただけるものがあれば何よりですということで、えー、いつも聞いていただいてありがとうございます。今回はここで終わりです。失礼いたします。